皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は鬼滅の刃ヒノカミ血風譚のファミ通紹介をしていきたいと思います。話題の鬼滅の刃の対戦アクションが満を持してスイッチでリリース決定です。物語を追体験するソロプレイモード、ヒノカミ血風譚では炭治郎が鬼殺隊に入隊し、さまざまな鬼に立ち向かう義士編から縁柱煉獄杏寿郎と共に任務に挑む無限列車編までの物語を追体験できます。中にはアニメでは描かれなかったキャラクターたちの絡みなどもあるので、ストーリーをすべて知っているという人でも新たな発見があるようです。原作でおなじみのコミカルなシーンも 3D グラフィックで表現されているのも嬉しいところです。キャラクターの表情などが見事に再現されていて、特に善逸の操作パートは見物となっています。この鬼境外との戦闘では部屋の中が上下左右に反転し、原作を忠実に再現しています。戦闘前ムービーでは名シーン頑張れ炭治郎頑張れを見ることができます。迫力のバトルが楽しめるバーサスモード、オンラインオフラインの両方でプレイが可能で、全24キャラクターから2人を選択してメインとなるキャラクターとサポートとなるキャラクターを入れ替えながら2対2の対戦を行っていきます。ただし鬼のキャラクターは単体での戦闘となります。その分強力なサポート攻撃や回復能力を持っているので、うまく活用しましょう。あの名シーンがここによみがえります。あの名シーンの数々がハイクオリティな 3D グラフィックでよみがえります。原作ファンなら大興奮すること間違いありません。夢の対決が実現、原作では見られない鬼殺隊の面々による対戦も実現します。キャラクター同士の小競り合いによるカットインは大迫力です。扇演出もハイクオリティです。バトル中にゲージを貯めて放つ扇はどれも原作愛にあふれた演出で見応えバッチリです。というわけで今回はこの辺で鬼滅の刃ヒノカミ血風譚のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。